俺は海賊王になる男だ。お前がどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。俺たちはこの海で誰よりも自由に生きる。プレイステーションで遊ぼう、泣こう。ワンピース海賊無双3、3機種同時発売。バンダイナムコ。パンクハザードですね。で今回はまた新キャラのタッシーですね。はい、でもやっぱりこう、まあ、女の子、女性キャラっていうのがこう、なんかこう触ってみたとき楽しいですよね。でもなあのワンピースの中ではなかなかない剣の使い手なので。そうですね。まあ、トロとフォークと。またこのパンクハザードもステージ的にはかなりこうキャラクターがどん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 入り乱れるようなステージなんですね。で、まあ、先ほど、ご説明した、まあ、仲間たち、今回はまたルフィが、来るんですけども、まあ、このステージですと、まあ、スモーカーでもちろんローという、まあ、原作に、きちんと、出ているキャラクターを仲間にしながら、切り替えながら戦っていくというステージですね。でもパンクハザード懐かしいですね。このカシギさんで、ローはそうですね、ラプトローの仲間さんはシャーマンですね。ちゃんとこう、あの短期間ながらルームまでちゃんと整理してるからで、やりますから去っていく、去っていくじゃんっで、今こう打ち上げてくれたところにこう大打ちもかけるベルゴさんが作ってきました、ね、ですね。ハンバーグ作れますか、ね、ハンバーグ。そこもちゃんと、ちゃんとやってますよ ね。スプーンバージョンとかね、いろいろこう。細かいですよね。まあ、今回はやっぱり倒してて気持ちがいいですね。もうどん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 右下のカウントがもう、どん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 上がってきますからね。であとここはやっぱり仲間システム的にこう追い打ちで仲間が出てくるので、まあ、なんでしょうね、まあ、ワンピースって言ったらやっぱ仲間との共闘みたいなところあるじゃないですか。そういったところがあるので、まあ、原作再現されている中で結構没頭できるなっていうふうに思いますね。まあ、今回の、まあ、アクションは、まあ、名前の通り、まあ、絆っていうところ、仲間の絆っていうところが、はい、ね、今回ポイントというかテーマにしてアクションの方を作ってますもんね。イベントがアクションなので飛ばしてしまいます。で、キズナラシが発動して、そうするとまたそうですね、この出た後にこうひたすら攻撃してるとこう、ちょっとやっぱりなんかこう、まあ実際は一人で遊んでるんですけど、そうですね、そのなんか仲間と戦ってる感じっていうのがすごいありますよね。うん、おっと、トレジャーイベントが今回こういった形で、あのコレクション要素をすごい入れてますので、そうですね、いろんなとこステージにこうトレジャーイベント落ちてるので、まあ、全て拾ってもらえるとありがたいなと思います。そうですね、なので、まあ、1回クリアしても何度もこう何度もやる楽しみがある、はい、ロートが今投稿したので、まあ、トレジャーイベントって名前の通りの、まあ、昔っぽいシーンあったよねって言ったところを再現しているので、ワンピースの世界観をすごい好きな方は懐かしいというか、そうですね、結構喜んでくれるんじゃないかなと思いますね。こんなセリフあったなとか、そうまた今回もボイスたくさん取れましたもんね。そうですねちゃんと声入りでそれが、はい、分かるというところですね。フルボイスのいいとこですよね。やっぱりちゃんとこう声とともに
まあ、視覚も聴覚もというところですね。そうですね。なので今回1枚マップで全部ストーリーがお話が進むので、なんかその戦ってる最中もこういろんなキャラクターが喋ったりとか、はい、というところでやっぱりなんかこう臨場感というんですかね、戦場感というところはやっぱりすごく、今回進化してるというか、スモーカーのコンビで、あとこのでっかいやつとか今回初登場ですね。豆知識的な小ネタですけど、あ、ゾロが。しかもやっぱりちゃんと注目とか結構アルゴが動いてる、動かしてますので、ちゃんと逃げたり攻めていきたりしますね。なので今左でゾロがこうインドと出てきましたけど、まあストーリーというか、まあステージをどんどん進めていくと、まあ仲間が増えてくるとか、はい、そうですね、逆にこう仲間が増えてくる、仲間がこう減ったりみたいなところも割とそのストーリーを進めている感っていうところは、強くやっぱユーザー様にとって感じられるかなっていうふうには思ってますね。最後にスモーカーさんが、スモーカーもまた打ち上げてくるね、そこにこう落ちてくるところに追い打ちをかけて、そうですね、アクションの組み立て、この本物の組み立てに関してはやっぱり今作すごくですよね、まあ、変わってるというか、進化した部分かなというふうに思います。まあ、味方が割り込むっていったところで結構いいんでしょうね、偶然的なところも発生するので、そういった意味ではですね、まあいろんな組み合わせでアクションやると面白いなとか、ね、発見が出るなって感じですね。仲間アクションからのさらにはこのバツのダッシュを入れながらの、でさらにまたコンボをつなげてのって感じですね。そうですね。絆の息がたまに切らない、倒せば、はい、そうですね、一生もね、こうやって時間があるやつ、そうですね、時間があるやつがあるので、まあそこら辺はちゃんとこう右上の、まあ、戦況というか、そうですね、っていうのをちゃんと把握した上で行動しないとクリアできないようになってますね。そうですね。あ、やばい、シノクリが注入される。原作もそうでしたね。そうですね、この言い方を対させる、シャトルフォードでローガー、そうですね、味方を向こう側に送ってくれて、これも全部こうアクション内で完結するというか、そうですね、ステージの中で全てクリアが進んでっていう感じで、もう少し、あ、たまりました、はい、この状態で、このポジションと今夜ローとスモーカーを引き継げながらバシ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 と、ラッシュ中は追い打ちがすごい長くという言い方が、いろんなバッシュをやってくれるっていう形になります。で、モネがちょうど打ち抜けじゃない、そこで、バッサバッサ倒せる。で、絆アクション中にまた違ったコンボが出たり、これ丸を作った、それが、ここまでです、これで終わりだ、観念しろ、スマートが出て団体が出たり、スマートを出す、誰とで合体するとどんな文字面になるかっていうのも今回の実は楽しみです ね、 ですね、楽しみな、いろんな組み合わせなんで楽しみ、まあ、最大5人ですね、はい、5人までが一緒になって戦えるので、はい、まあ、そこのちょっとこう仲間の協力感みたいなところは
ぜひ楽しんでもらいたいなと思います。そうですね。